さあまずはホームの相模原から11人見ていきます。ゴールキーパー東、スリーバックに綿引き、水口、山下、中盤に佐藤、西山、増田、橋本、前線に牧山、斉藤、瀬沼と入っています。 3-4-2-1 と予想しました。鹿児島ユナイテッドの11人です。ゴールキーパー松山、4バック、今日がフルス対戦の星、戸根、岡本、野岳、中盤に山口、木村、2列目に五稜、花と米沢、ワントップ藤本と入っています。率いるのは大島康明監督です。で相模原の方は今日は戸田和幸監督が体調不良のため代わって高橋健二ヘッドコーチが指揮を取ることになります。正面に落としてきました。拾う佐藤、ラストパス、ヘッド、最後は水口のヘッドでした。決定機、一つ相手のゴールも脅かしてきました。スローイン長く入れてヘディング、ここも松山です。指先で触ってます。橋本のロングスローから中で触った瀬沼、五稜です。一気に前線、米沢ナイスコントロール、米沢切り返す、米沢怪我から復帰後初ゴール、戻ってきました米沢レイ。ここから遠く見つけた五稜、米沢のランにピタリと合いました。ここで切り返して水口外して冷静な右足フィニッシュ、まあ、このピンポイントのフィードも見事。そしてキーパーの位置も確認して冷静に流し込んできました。まあ、J3 での通算得点数は60に乗せているという米沢ですけれども、これが61点目。岡本、かわしに行く。ルーズボールを木村、つながりました。星が運んでいきます。星から五稜、中3人です。左足のクロス、低いボール、藤本、見事に合わせてみせました、ストライカー。38分0対2です。中で藤本が合わせました。藤本はこれで2試合連続ゴールです。今シーズンの4点目としました。J3 でのキャリアは長くて今日が216試合目です。一気にスペースを狙ってくる、体当てた藤本、最後強くは打ち切れませんでした。斉藤巻いてファーサイド、水口のヘッド、こぼれてます。残して再び角度をつけてクロス、いいボール、折り返し佐藤、斉藤から2発いいキック入ってきました。センターへこぼれ、振り抜きました、スーパーゴール、野だけです。素晴らしいゴールが突き刺さりました。83分、鹿児島0対3です。こぼれフリーでした。まあ、よく抑えの効いたシュートでした。まあ、外に逃げていくような軌道でしたから、キーパー東としてもノーチャンス。広げて遠藤、1対1、カットインから右足、拾ったロメロフランク、触りました東ジョーン、最後は左足、
東が触っていなければ枠は捉えていたかもしれません。ラストプレーが近づいてきています。岩上のキックこぼれている。わずかにポストの向きでした。枠は捉えませんでした。ここでファイナルホイッスル。鹿児島3対0快勝です。すぐにベンチメンバースタッフ交えてエンジン作りました。鹿児島大島新体制になってからのリーグ戦連勝ということになります。